この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象も全て紛れもなくお前の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。だがこの光景を確かに見たぞ。この同意を得られなかった側にお前のような人間がまだ誰かいるぞ。あれ？だぞ、すぐに始末する。落ち着いていこう。誰だお前ら。戦力比較問題なし。ジョーカー、このまま倒しちゃって。エルソナ。名前が強いだな。エルソナ。
Stuff. Is that what you do? Is that all you're made of? Whatever ain't right, brought it on yourself. Revisit your act, results of everything. Living on a timeline, then let down that gold up and drain. Instead of being bitter, back up, go grab your到着いたします。危険ですから黄色い線の内側までお下がりください。電車とホームとの間が広いところは足元に十分ご注意願います。じゃあホームルーム終わりね。進路志望調査のプリント後ろから回して。あ、名前書いてるか確認してね。当たり前のこと言うけど、ネットで使ってるアカウントとかじゃなくて本名よ。私だったら片山久美。いい？こんなことから言わないとこっちの説明不足になるってさ。名前書き忘れないでね。
こたびも出会えたようだね。ならばようこそ。君が見ているこの光景のことはベルベットルームと呼んでくれたまえ。ああ、自己紹介が遅れたね。私のことはイゴールと呼んでいただこう。そしてこの者の名はメロペ。私に仕える従者だ。メロペである。よろしくお願い申し上げておく。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。君は何らかの形で選択をしているね。故にこの場所に客人として訪れている。そうだよ、君自身の選択のことを言っているつもりなのだが、無自覚とは。なるほど、この部屋のありようを見ればそれも合点がいくね。例えるなら、心の海に開いた海底トンネルとでも申し上げておく。だが君は自らの意志で知りたいという欲望を示してみせた。かような世界の人間でありながらだ。今はそれでよしとしよう。それではこたびはこの辺りで。ああすまない、最後に一つだけ。無欲は時に君が君自身を放棄することにもなりうる。かような世界にあなた様のようなものがある。ゆえの主からの忠告、心得ていただきたい。お引き止めして悪かったね。それではまた。どうしたの？急にぼーっとして。進路のところチェックつけてないけど。新井さん、どうかした？あ、片山先生。チェックついてない子は今回は特に死亡なしってことらしいから、もらっていくね。片山先生、例のあれ出たね。怒ってる。じゃあホームルーム終わります。あ、そうだ、最近また例のファントムって事件、被害に遭う人増えてるみたいで、泣き寝入りしかできないって話だし。そのせいかぼーっとした子も多くてさ。みんなも浮かれて標的にならないでね。ただでさえ枯渇の制服って街中で目立つから。じゃあ今日は終わります。
だからそっちが歩きながらスマホいじってたからぶつかりそうになったんでしょって話をしてて。あ、君ちょっと。いいわ、行きなさい。今度から気をつけてね。ごめんね、ホームルーム終わったばっかなのに。すぐ済むから。さっき目の前で見ちゃったからさ。白紙の進路志望調査書。本当に何もないの？将来の希望とか。何でもいいんだよ。そう、それ。でもこれも私ら大人がこの子らに何も見せてあげれてないからで。大丈夫。予定外だけど入れとくか。ああ、進路さ、何かあったらいつでもいいから声かけてね。話聞かせてくれてありがとう。気をつけて帰りなね。本当にあいつなのか。例外なく取られているようだが。マルドアにご注意ください。飛び降り？ああ。まあ、けどあの高さなら助かるんじゃね？でも気持ちわかる。生きててもいいことないし。つか動画撮っときゃよかった。
取られていながらも己の意志に疑問を抱くことができるか。見つけたぞ。やっぱりお前でよかったんだな。約束通り会いに来てやった。一つ忠告してやるが、見えてないってことと、もともと備わっていないこととは別物だ。わしにはお前が前者であってほしいと願う欲望がある。無作為の侵入にしてはいい場所を引き当てたな。よく見ると悪くない面構えじゃないか。うむ、意識は混同してないようだな。知りたいという欲望を抱きつつあるいい兆候だ。それでこそ会いに来た甲斐がある。お前の名前は知っている。わしのことはルフェルと呼んでくれていい。敬意を込めてな。名前呼ばんのか。おかしい、人間の自己紹介としては完璧だったはずだが。ああいい、お前もまだ困惑してるのだろう。ただ今は時間も限られている。端的に説明するぞ。ここはお前の知る現実の世界ではなく、別空間の異世界だ。人々の集合的無意識、要は大衆の心の世界といえば伝わるか。今現実世界では様々な欲望が失われつつあり、この世界がまがまがしくも崩壊しそうな形容をしているのもそのせいだ。まさにお前が今抱いている知りたいという欲望もそうだが、それらもすべて気づかぬうちに誰かに取られているとしたら、信じる信じないは任せる。だがお前も例外なく取られているぞ。これからその脱却の手引きを。どうやら感づかれたらしい。場所を変えよう。まずは脱出を優先する。あとは進みながら説明させてもらう。いいからついてこい。今はわしを味方だと思ってくれていい。進むぞ。
こちらだ。先ほども話したが、現実世界では人々の欲望が奪われつつある。お前も感じたことはないか？誰かのせいで仕方ないと諦めたり、自らの思考に反して意志が消えゆくこと。欲望と聞けばマイナス面を想起しがちだが、つまりは生きる原動力でもある。それを放棄したり、あるいは誰かに奪われ続けたりすればどうなるか、お前も見ただろう。希望さえ抱けなくなった者が身を投げた姿を。もちろん今すぐに世界が終わるなどという話ではない。だがそれは徐々に確実に人々を蝕み、世界を終焉へと導いている。そして欲望が搾取されている原因は、し、やはり立ちふさがるか。シャドウだよ。わかりやすく言えば敵だ。わしらを殺しに来てる。奴らに善悪はない。欲望のまま人間を襲う。だがまだ本来の姿ではないな。現実の何者かの強い影響を受けている。駅の周辺で欲望が枯渇していたのもこいつらのせいか。こいつらシャドウは人間が欲望を奪われている原因の一つだ。とにかくお前は逃げろ。見えてないってことと、もともと備わっていないこととは別物だ。今のお前は本来のお前ではないとしたら、あなたも自分で声をかける選択を忘れない方がいいと思うわよ。お前には取られているものがある。それは本来お前のためだけにあったもの。無欲は時に君が君自身を放棄することにもなりうる。自己を偽り忘却し、己が意志を捨て続ける。今のお前は自身がどう見えている？どうする？ここで物語の結末を迎えるというのなら、それもまたお前の選択。今一度お前に問おう。取られた側のまま未来すら手放し、命をも捨てる。その選択で良いのだな。
そうだ、その選択を聞きたかったのだ。己の意志で無欲と決別して見せてくれ。選択したのであれば掴めるはずだ。恐れるな。誰に何を言われようと、見えているなら掴み取ればいい。まさか。よもや今日という日を迎えられようとはな。我が名はヤノシーク。その魅力で荒ぶる欲望を滑る者。今より我らはこのベルトさながらに固く結ばれることに。クライフ！さあ、契約だ。我は何時？聞くまでもないが、戦うという。はあ！さっきあの死にたその終わりだ。あの敵をどうしてやりたい？ペルソナ。いただいていく。おわ、順を追って手ほどきし。ペル、搾取され続けるこの世界で誰もが己を見出すことさえ困難だが、急いでいるというのに。だがちょうどいい、効率のいい倒し方を教えておく。目にもの見せてやる。あんた何なの？戦いはこうやる。そのダウンは評価し、敵には弱点があるやつもその隙をついて。出番だね。これでどうだ。当然の結果だ。でかいのが来ているな。わしが。
エントランスが近い。出口はもうすぐのはずだが。止まれ。いるのは分かっている。隠れているつもりなら無様だぞ。わっ！あ、いや、予想と違った。こいつはわしが感知していたやつじゃない。だがこの近くで欲望が奪われていたことに深く関わりがありそうだ。異世界と現実世界は平行に存在し、リンクしている。つまりこいつの欲望を搾取され、現実で命を奪われた人間がいるかもしれないってことだ。ほう、何か心当たり。ノブロイを出す。忠告しよう。わしらは全てをなくしてここにあるもの。立ち塞がるというなら、全てを奪って進むまでお前の敗北を赤く彩ってやる。目にもの見せてやれ。行くぞ、気を抜くな。回復だ、回復しろ。さっきの強力な攻撃が来る。ほっ！いただいていく。わしのペルソナ。わしの覚悟の証だ。約束通り、これからお前の敗北、お前に欲望のままに。いただいていく。やるじゃないか。見事なとどめだったぞ。この戦いは異想外だったがな。さ、最近の人間はこの語彙を使わんのか。わしの知識も改める必要があるな。あわよくば例のやつとの鉢合わせを期待したのだが、やはり情報を集めなくてはな。だがお前の実力を知ることができたのは大きな収穫だ。
あれならすぐにでも仕事を任せられる。服が変わっているのが説明してやろう。異世界ではわしらの強き欲望が作用されて、初めましてな顔をするんじゃない。さっきペルソナを見せ合った仲だろ。まあわしも全てを知っているわけではない。反逆の精神の現れという説もあったりでな。現実と異世界で姿が違うのはそういうわけがあって、悪いが今日は一旦解散だ。目立つことは望んでいないからな。その知的欲求は良いことだ。しかしお前相当に疲弊しているだろう。ペルソナ覚醒もしかり、先の戦いもあった。かえって英気を養っておけ。心配せずとも、またすぐに会える。お前には頼みたい仕事があるからな。わしはわしで調べておきたいことがある。それを終えたらまた出向かせてもらおう。こちらにサインを。言葉を扱うのが仕事なんだけど、こういう挨拶は
さあこちらにサインを。モコです。これからよろしくね。暴いてやる。